はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガ、続きをやっていきたいと思います。ジェルトンの街に来て、街に来たところモンスターが、たくさんいたので、ちょっと情報を聞いてみると、トマエ火山からモンスターが押し寄せてきたという情報が聞けましたので、トマエ火山向かっていきましょう。鳥が出たところに鳥がいっぱいいる。あれ、グレソーはもう使い終わったから、なんか別の使ってたんだっけ。いや、グレソー使ってたっけなんかアイアンソードはさすがに弱すぎるか。でこいつだったらアイアンソードでいい気がするな。で、ベルニー弓、全くレベルが上がらないベルニー弓か。ちょっと間が空いちゃってるので、大地の剣も終わったからスティールソード使ってたよね。で、ガーラルスピアのハルベルとか、まあ、ホークのガラルアクスで終わるからね、そもそも。よし、よしじゃない。今どっちに当たった？あ、こっちのゴブリン系か。ベルニー弓、一発は撃ってほしいな。まあ、弱いけどさ、そのレベルが上がる条件として。せめてレベルが上がるか上がらないかのチャンスをもらいたい。こいつ結構強いんだっけ、この王が。2ターンでちょっと倒せなかったら、ゲめんどくせえ。これ2ターンで絶対倒せないし、シフ頼む。よし、上がれ。上がらない。鳥が、やっぱり鳥が鬱陶しい。コカトリスも普通の攻撃で大丈夫でしょう。これやっぱりさ、ランダムなのかな、上がる上がらない。あとあれだよね、やっぱり武器をいっぱい持ってると上がりづらくなるとか、そういうのがあるかどうかだよね。明らかに上がりづらくなってるよね。できればあと1回で通過したい。あ、これは上の鳥だな。しかも陣形乱されてるし。1、よし。こいつ普通の攻撃は弱いね。しかもミスってるし。扱いがやっぱり難しいのか。でもベルニー弓はガーラルアックスとかガーラルスピアと同じランクの武器だから、扱いが難しいからといってレベルが上がりづらいっていうこともなさそうだしね。え、何これ、麻痺毒か。緑のさ竜弱いよね。で、こっちのゴブリンも倒して、これで抜けたいな。が若干減ったから、まあ、ボス前には回復させて、これで要はフレイムタイラントは倒せるかどうかだよね。倒せなさそうだったら逃げ帰るけど。162円、それお金どうなってるんだっけ。7000か。トマエ火山は全然あのショートカットするんで、草原トマエ火山、よし行きましょう。一応セーブしてから行こう。で、右側のこっちに行って宝箱もね、道中1個くらいしかないはずなんで、まあ、だったら時間を優先していこう。今は金より時間。うわー、ホーク死んだかこれじゃないなんでこのさ、食らったーみたいなさリアクションしてる人たち、なんなの。ハルベルト上がった、いいね。で、あそこのスライムモンスターが固定敵なんで、ちょっと早く先に使ってフレームイーターは先にしますよ。危険だ。
ント自体は高いわけじゃないんで、ケルベルスにやっちゃう。あ、覚えたね、ハルベルト最後の技を。いけ、しまった、甘く見すぎてた。あ、これあれか、なんかクラッターみたいなさ格好してる人は食らわないで、食らってないよって格好してる人が食らってる。あ、アルベルとか、そうするとハヤブサ戦法が使えないな。ちょっとグレソこっちにやっちゃった。お、アイアンソード上がった。ベルニー相変わらず上がんねえな。でこっち弱いんだよ。ここはフレイムタイラント様のところへ行く道、許しのないものは倒産。ザケル、よく見たやつだ、いっつも見てるやつだ。ザコザコザコで、狂乱劇か、使える。あ、中衛からも使えるね、まあ、使う前に終わりそうだけど。ででで、ちょっとどちら、トクト1で頑張ってもらおう。とりあえずこっち行けんだっけ、行けない、マグマの中は通れない。さっきのやつじゃんいやまあよく見てるやつなんだけどさ、普通にそこら辺に現れるやつを門番にするなよ、適当だよね。じゃあお前ちょっとここ守っとけみたいな。強いやつじゃなくてさ、狂乱劇、え、どうなの、普通の攻撃より強いことは確かだけど。すげえ強いかって言われたらどうなんだろう、2段突きとかで良くないっていう話になるよね。あ、この中は入れるのか、ヒットメントが減るって、結構いる。あ、こいつはねやっぱりいつもの通りハヤブサ戦法でいって、ダメージをほんと食らいたくないんだよね。2段突きやるか、シフだけ。じゃあ普通にハルベルトでいいやもん。まあ、バーバラはね別に他の技を使わせるっていうような人じゃないし、術でも使っていく、ちょっとずつで回復させながら。あれ、こっち動かない、あ、動くか。回復させながらちょっとずつ術レベルを上げていきますか。前衛で減ってんのは今とこバーバラか、自分で自分を回復させよう。癒しの道でいいや。回復力クソだな。そして出てきた瞬間殺されたんだけど、こんなにクソだっけ回復量。なんか普通に200くらい回復してなかった。いや、回復の水使ってみよう、聖杯の。お、これは普通に回復するね。何、ちょっとケルベロスごときに苦戦をしてしまっている。あとはクローディア、でも回復の水使ってもさ、聖杯使ってるわけじゃないから聖杯レベル上がんないんだよね。まあ上がんなくてもなんかもう99回使えるし、むしろ魔法いらなかったな。あ、水が上がった魔法レベル上げるのほんとめんどくさいよな。このまま一気に聖杯、あ、使えねえわ、術しか使えないんだ。癒しの水で
傷薬はちょっと温存150くらい。OK、これでいきましょう。倒します。フレイムタイラントは倒します。よくもまあこんなところまで人間が来たものだ。せっかくだから一つ仕事を引き受けてくれないか。嫌なこった。あれ喜んでにして、あれか、喜んでにして、俺は陶器を発する武器や魔法が苦手だ。そこでそういう武器やアイテムを自分で集めて自分の安全を確保している。アイスソードという武器があるらしい。それを持ってきてくれ。あれ倒せないちょ待って、倒せないの。倒せなかったっけ。いってー何のために俺はここまで来たんだ。しかもフレームタイラントあったよね。なんか近道を守ってた部下のことなんて何にも気にしてないよね。所詮そこら辺の犬っころだからね。誰が死んだのかすらわからないっていう。今セルフバーニング使ってきた。あ、そういうわけではない。早いは早いんだよね。割と先手を取られる。ベルニーユミで先手を取ってもさ、何にもなんないから。上がんねえか。ちょっと倒したから。後ろ行きたいんだよこの後ろへ行きたいんだよ俺は。フレームタイラント倒せないか。ちょっとね、ネットで見てみたところ、あのタイニーフェザーから依頼を受けてないとフレームタイラントとは戦えないみたいなんで、まあ変更します。今後のイベントこいつの依頼は受けましょう。じゃあまあ、よくもまあ人間がこんなとこまで来たもんだなということで仕事を受けましょう。でアイスソード取ってきます。でアイスソードを取ってくるは取ってくるんだけど、ガラハド殺せんのグレーで、また一つ問題が出てきたなガラハド殺して奪い取ろうとちょっと思ったんだけどグレーって知り合いじゃないですか、ガラハドと。そんな残酷なことするか、まあ、それはちょっとやってみないと分かんないね。やってみないと分かんないけど、殺して奪い取ろう。でこれどうする、ハヤブサ切りだな。2段突きで1ターンで仕留めたい。いやーマジか、ここに来て大幅修正だな予定を。ちょっと帰りますか。あれまたいるし、こいつ。どうぞここをお通りください。フレームタイラント様のところへの近道ですってそんなんでいいの。さっきの犬は本当に犬死にだな。あれこれってさ、ジェルトンってまだモンスターいんの。なんかモンスターどかしてくれみたいな、いるよね。あれなんかモンスターどかしてくれって依頼できなかったっけ。まあいっか、しょうがない。
で、アルツールに到着して、ガラハドいます、話します、グレイじゃないか、ガラハド変わりないみたいだな、その剣はアイスソードだな、たった今手に入れたのか、前からいたじゃねえかよ。この俺より先に買ったじゃねえか、この野郎。グレイは今までのいきさつを説明した。そう言われてもこの剣を手に入れるには相当苦労したし、そりゃそうだよ、俺だって超苦労したもん。超苦労して買いに行こうって思ったらお前がいたんだよ。では俺も一緒に行くというのはどうだ。そのフレームタイラントに会って考えよう。やっぱ殺せないか、さすがに殺せないか。サンキュー、一緒に行こうぜって言ってもね、あと枠がないんで仲間の。普通に進めるしかないのか。これで殺せればな、そのままアイソードを奪ったのにな。これはちょっとグレイという主人公があれだったな。さっき一緒に行こうぜって言っても仲間は6人までです。しょうがない、やるか。せっかく進めたから、ちょっとバーバラ一回外れてもらおう。また強くなって戻ってきてくれたまえ。でガラハド入れて、でガラハド入れてアイスソード、まあ、パクれるはパクれるんだけど、フレームタイラントのイベントを終わらせるまでね、ガラハド外せなくなっちゃうんですよ。だからガラハドはちょっと入れたくないんで、まあ、アイスソードはもったいないけど、いいなアイスソード。ハルベルトレベル14とか超高いし、しょうがないけどお渡ししますか。残念だ。いや金あるから船でそのままもう一回戻ろう。はい、というわけでフレームタイラントのところに戻ってきました。まあ悲しいですけど、約束のものを持ってきたようだな。それを手に入れるにはなかなか骨を折ったろう。そうでもないんだけどね。お前たちの真偽に応えてこれを送ろう。これを戦いの時に使えば我が文集を呼び出せる。3回だけお前の手助けをしてやろう。ではさらばだ。いらん。よく来たな。ジェルトンを荒らしているモンスターはあんたの手下なの？それは誤解だぞ。ここに住むモンスターには2種類ある。俺の部下とそうでないもの。同じモンスター同士、奴らが何をしても気にしないようにしているだけが、どうもサルインの手下が奴らをそそのかしているようだ。あんたはサルインと手を組まないの？サルインはモンスターの父。しかし奴にとって俺たちは道具でしかない。俺は1000年前の戦いの時、水流、タイニーフェザー、アデリスたちとエロールに着いた。それ以来ここで人間の目に触れないように暮らしている。とにかく奴らの抑えは俺に任せろ。はあ。終わり終わり。このイベントやる必要なかったな。じゃあガラハド、アイスソードもなくなってるしさ、もういらんわお前。バーバラまた探し出さないと。あ、そうそう、これね、戦わないように言われてるぞって。
スライム系だけですね、スライム系だけ、他のモンスターは普通に戦闘になります。まあ、それがいわゆるフレームタイラントの部下以外のモンスターってことなんでしょうけど、でもいいや帰ろう。元に戻ってるね。あ、草原の恐竜もやってもな、いいと思うけど5000円でしょ。どうしよう、この能力だったらガラハドいらないけど倒せるかね。まあ、恐竜1体だからね、言うてもハヤブサ戦法で先手を取ればなんとかなるかな。ちょっとせっかくだから行くだけ行ってみようか。草原一番最初の穴にあるんで、ちょっと待って、よし、まずこいつで力試しっていうのもあるけど、まあいいや、ダメだったらリセットしてまたやり直すだけなんで、ここまでは順調。これ一本道なかんね、一本道がもう無理なんだよね。で最強の技を使っていくと多分技ポイントがなくなっちゃうから、ベルニー、いやベルニーでいいや。ガーナルアクスは何がいいんだ、やっぱ注文時短とかになるか。え、こいつどうする、石化剣、石化剣でワンチャン狙うか。これで倒せるか、一撃ではさすがに無理か。あ、二撃、二撃決殺だな、いける、取ろう。ガラハドとか上がんなくていいよもう。おお、足跡がある、もう足跡をたどっていって、多分今敵対してないよね、来ないからこっちの方に。でも足跡を追っていくとこっちに恐竜の卵がある、この恐竜の卵をゲットすると敵対するんだよ。ちょっと待って、左から来てしまったか。ガラハトだけ逃げておく。あ、石化剣、この3発でいけるな多分。ハヤブサの2段突き、ガラハド逃げる、700か。あ、全然余裕だわ、2000ちょいヒットポイント、2000くらい、全然敵対しねえし。それあれ、ミンサガだけ、ミンサガの方だと卵取るとすんげえ勢いで襲ってくんだよね。じゃあ、あとはもうこいつの削除だけなんで、あと早いかどうかだよね。ちょっとそのまま行くか、全滅することはないからちょっとそのまま行こう。グレイはもう2段切り使ったけど、あ、2000くらいだな、ちょうど2000。じゃあ出ますか。
とりあえずアイシャがいたんで、ま、ガラハドだったらアイシャですと、ということでちょっとガラハド外します。さよなら。バーバラ見つかるまでちょっとアイシャと、やめておくにしちったよ、アイシャと一緒に行きましょう。ハルベルトは13、まあそれなりだね。レイピアのレベル上がってなかったね。まあこいつはガラハドよりはマシなんで、よしこれで行こう。よし、じゃあ今回マラルコ行きましょう。大丈夫だよねこれ、今度こそ大丈夫だよねマラルコ。あ、恐竜の卵は売っ払ってきたんで、またこれでイベント進まないとか言ったらすげえショックだぞ、奥まで行って。で他の四天王は倒しましょう、まあ、倒しましょうって言ってもタイニーフェザーは合わないんで倒せないですけど。船速えな、どっから行くんだこれ。あ、ここから行けそう。水流の神殿、地上にはモンスターいないね。またスライム系か、うじゃうじゃいんな。え、ちょっと一回こっちにおびき寄せる。その後ダッシュがないからなこれ。なるべく最小限に敵と戦うのを抑えたいけど、ベルニヒュミ本当に上がんない。いや大地の、いやー待って、やっぱ技レベルここまで鍛えたから上げていきたいな。アイアンソードはさすがに弱いからな。グレーはやっぱりグレートソードでいいよ。また例によって問題は四天王を倒せるかどうかがわからない。恐竜の卵もね、あの1回限りですけど使えば恐竜を召喚できるんですよ。まあでも恐竜召喚してもね、1回だけだしね、だったら5000円で売った方がいいでしょっていう。いやーほんと武器レベルが上がんなくなってきたな。外すか1回クローディア、それか外して外でレベル上げをしてもらうか。その場合アイアンソードとか持たせてハヤブサ切りも覚えさせた方がいいよね。ちょっと考えるか、クローディア外す作戦。あまりにもここでレベルが上がらなかったらそうしよう。あとは外部でどれだけ戦わなきゃいけないっていうのがわからないからな。せめて日本打ちみたいなのは覚えてほしいよね。魔の島とかは確かボスがいなかったから、魔の島はちょっとクローディア外すか。どうせこのままベルニー弓でさ1で攻撃してても戦力にはなんないんだったらバーバラと入れ替えるか。でクローディア一番下にしたくないんだよね、ハヤブサ戦法が使えないんで。その場合はまたちょろちょろっと入れ替えて下の方にバーバラを元に戻すか。なかなか難しいね、やっぱ昔のゲームだからこう思ってた通りにことが進まないってか動けないとか超めんどくさいんだよねこれ。防御に戻るからさ、あれバトラクションしちゃった。
まあ、まずは今持ってるやつを15にする。こうやって考えるとさ、こう戦っていけばみんな普通に強くなるからさ、キャラの差別化みたいなのがあんまりないよね。これどっちだ、奥っぽいな、これ絶対行き止まりでしょ、こっち。ほらやられたな。これめんどくせえな。めんどくさい時は、はやぶさ大進撃、大進撃6回か。そんなホイホイ使ってらんないな。つえ、マジつえ。強いっていうか役立つよ。もう危ない危ない危ない。あ、大地の剣にしちゃった。スティールソード、なんだっけ最強の技。この全体攻撃だったらな、スティールソードの方の全体攻撃を使っていけばいいけど、流星剣がそもそも全体だからな。なんか前チェックした気がするけどもう忘れちゃった。このスライム邪魔だな。よし、花も邪魔だな。上におびき寄せて下から突破。もうザコもザコだからな。やっぱ結構武器レベルに依存してるね。スティールソードとハルベルトがそんなに変わらない。グレートソードはでもちょっと強いよね。これ両手剣だからか。あれこいつだって気絶の花粉みたいなの使ってくるやつだっけ。なんで弓マジで上がんないんだろう。眠りか。え、強い、意外に強い。こんな強かったっけ。毒か。戦じゃ死なないか。やっぱもしかして敵が強ければ強いほど上がるっていう、そういう感じになるのかな。たとえレベルがゼロだろうと。ゲッチョー、なんか詰まってんだけど。あそこモンスターとのさ、スピード速度が一緒だからね。どっちよこれ。セーブしよう。セーブしてなんか違ったら戻ろう。宝箱ゲッ、ここ絶対モンスター詰まる。500円とかいらねえ。いっぱいいったらリセットしよう。っていっぱい来てる。ちょっとこっち諦める。500円はさすがにいらないもん。金はね、もうほんと敵と戦ってれば勝手に手に入るから。しかも9999円以上手に入んないからもういらないんだよね。こっちセーブしよう。まず右行け。うわ、なんだよこのモンスター軍は。そうか、ロードしたからまたこれに戻ってんな。スティールソードでいくか。火力の高い3人だからね、これで倒せるでしょう。さて、じゃあちょっとここの階も探索をしていきますか。
よしっぽいところに来たので、ここそうだよね、敵も全然いないし、上に行きましょう。あ、いるいるいる、娘さんがいる。おお、出てきた。お前たち、その娘は私への捧げ物だぞ。横取りする気か。無謀にも戦いを置いてもっていうかさ、アイシャル回復してねえや、みんな回復してねえや。まあいいや、戦おう。こんなやつ許しておけん。娘を食うだと、食うのっていうか、こいつ人間食うんだ。ちょっとここは大弓の日本地で行こう。狂乱山とか覚えたんだよね。あとガーダラックスも15になって、全滅山はダメージがないんで、しかも1回使ったけど誰も死ななかったし、いらん。狂乱山強そうで、石化はさすがにしないと思うからな。石化するかな、やってみよう。サルインとか石化するからね、超低確率で。あ、一文字、一文字好きの方がいいかな。ここで行こう。1200でしょ。おら、いけ。え、なんか弱い。さすがに石化はしない。え、弱い。ちょっと待って、こいつ強えぞ。600とか、マジか。一発も耐えきれん。これ全体攻撃とかやられたらまずいな。一人ずつだったらな、なんとかなるけど。いや、でもこれはもう石化剣しかないもんね。二段突きでいこう。まだ無謀だったか、本当に無謀だったか。あ、二段突きの方が全然強いわ。じゃ一問、あ、なんだ、いけ、ミスった。で、二段突きが普通に強いわそうするとアルベート火力がないのか。まあ、結局600とか食らうんだったら回復させる意味はないからね。1か600からなんだ今のところ。どういう基準だ。よし、倒した。倒せるね。弱え。悲しい。お、帰るぞ。ありがとう。か、普通に帰ってったこいつま、このフロアはねモンスターが出ないからね。で、本当だったらね、あのやばい仕事、あのパブでお姉さんが言ってたやばい仕事を受けると褒美がもらえるんですけど、まあしょうがないよね。褒美のためにやってるんじゃない俺は。本当に人助けのためにやってるんだ。人を食うモンスターなんて許せん。よし、ちょっとクローティア外そう。本当に、あ、そういえば草、これこっから出なきゃいけねえのか。まあ船早いからね。で、魚遅いからね。ゲー、待ち構えてるあれ、遠回りしながら帰ろう。ちょっと遠回りしてモンスターとの距離を引き離す。どこにあったっけ、なんか右の方から来たよね。あったあったあった、オッケー。まあ、特に今回さ、何かが手に入ったってわけじゃないんだけど、四天王イベントが微妙だな。もうクロディア早々に外しちゃおう。仲間5人になっちゃうけど、外さないでいるといつまでたっても強くならないから、もうここで外しちゃう。ジャミルか、ジャミルはマジでいらないな。でも外せねえし、もう終わったんだよこの仕事だから。で、お金的には6000か。ちょっと期待スタミルに行こう。お、船で行こう。じゃあ次はグレートピット、アティリスのところに行って。ダメだダメだ、アティリスも四天王だから。クローディア、でもクローディアなしで戦い切れるかな。あ、ミリアムがいるじゃん。ミリアムいらないけどね。ちょっと一回クローディア外します。すまん、強くなって戻ってきてくれ。こいつ入れとこう一緒に行く。懐かしいキャラが入ったな、ミリアム。術、はいや、ボール。ちょっと待って待って待って、何これ
なんでファイアウォール覚えてんの。37回使えるのか。アイスジャベリンも35回使えるね。じゃあこれでいこうかな。ちょっと待って、さすがに火の魔法何も覚えてない。ファイアウォールだけっていうのは無理だから、ヘルファイア覚えさせていくか。よし、というわけでなんか今回イベントがちょっと、微妙でしたけれども、次回またちょっと進めていきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。